県大厚彦は、東京都生まれの現代音楽作曲家、東方学園大学作曲家卒業、同大学研究科修了。ダット小学生として、フライブルク音楽大学現代音楽研究所に留学。文化庁派遣芸術家在外研修院として、パリアイルシメートルでコンピュータ音楽を研究、実践。1994年より、 イタリアのチタ・ディ・カステロ氏の芸術奨学金を得て、同地にて研修。作曲を、末吉康夫、クラウス・フーバー、フィリップ・マヌリ、サルバトーレ・シャリーノに指示。1985年文化庁部隊、芸術創作奨励特別賞。1986年日本、音楽コンクール作曲部門入選。1987年日本、音楽コンクール作曲部門第1位。 1989.90年、名古屋文化振興賞。1991年、バレンティーノ・ブッキ国際作曲コンクール第1位。1992年、第4回カジミエシュセロ付き。国際作曲コンクールメック出版社特別賞。1993年、バーロー・基金国際作曲賞。1996年、アクタ作曲賞。1996年、 ヒデミ音楽賞、1999年、中島健三音楽賞、2002年、芸術戦賞文部科学大臣新人賞など、入賞、入選、受賞多数。2016年には、小高賞を受賞。2013年、サントリー芸術財団、作曲家の古典2013、県大、厚彦のテーマ作曲家として特集され、同財団移植によるオルガンとオーケストラのための、 デッドエンド初演。2014年 NHK 公共楽団ミュージックトゥモロー2014において同楽団移植によるユートピアどこにもない場所初演。2015年3月東京芸術劇場移植による初の吹奏楽作品タイムノーロンガー、もはや時がない初演。7月オーケストラ・アンサンブル金沢移植によるバイスバーサ逆もシなり 初演。11月、フランクフルト放送公共楽団移植による終わりへ向かって落ちる時間初演。2016年、バイスバーサ、逆もしんなり、で、第64回オダカ賞を受賞した。2014年1月、初のオペラ、桜の記憶の世界初演が、リトアニアの国立カウナスドラマシアターで行われた。 第二次世界大戦中のカウナス領事館で多くのユダヤ人の命を救った外交官杉原中年を題材としたオペラはリトアニア国営放送で生中継された。現在、パリと東京を拠点に作曲活動を展開。東方学園大学作曲家非常勤講師として後進の指導にも当たっている。カトリックの洗礼を受けたクリスチャンであり、 スピリチュアリズムに感化された曲名を持つ作品が多い。作風の表面的な類似性から、欧米の作曲界では日本のペルトとして呼ばれることもあるが、反復語法であってもサクレドミニマリズムとは全く違ったものを用いている。東京コンサーツ所属、ありがとうございます。